奇跡の美食学。今和牛、それも赤身の争奪戦が繰り広げられている。東京の高級フレンチもメインは赤身のステーキ。とりわけ高く評価されているのが高知だけで生産される通称土佐あか牛。生産量が極めて少なく幻の牛とも呼ばれている。東京のフレンチで修行した田中シェフはポテンシャルの高さに驚かされたという。求めているところがやっぱりその油が美味しいというよりは旨味っていう部分になってきて、あの外国産の赤身の強いお肉よりは土佐あか牛の赤身を使った方が赤身本来の味を持ってるので。本場高知の人たちの評価は。美味しいですね。このお肉やったらこうレアでも食べれそうな。高齢なんですけど全然いけますね。しつこくない。しかしこの後意外な発言が。普段は食べんですね。1年に一度食べるか食べる。そも食べんね。まず赤牛を食べる高知人は少ない。さらに赤牛が高知県で作られているお肉だって知ってた方。聞いたことは。食べないどころか知らない人もいた。なぜこんなことになってしまったのか。高知の誇り赤牛をもっと知ってもらいたい、食べてもらいたい。そこで今回は土佐あか牛の魅力を余すところなく紹介。美味しさの秘密を明らかに。そもそも赤牛とは、日本で飼育されている牛は主に4種類。そのうち黒毛和牛が全生産量の 90% を占める。そして今回注目する赤牛は勝茂和種と呼ばれる和牛で、熊本系と高知系の2系統に分かれ、高知のみで生産される高知系は和牛全体のわずか 0.1% しかない。肝心の肉質は。専門家に聞いた。一般的にその赤身の多いものになる傾向ですので、霜降りにはならないです。皆さんよく聞くあの A5 とか A4 っていうランクの中では A2、A3 っていう真ん中のランクですね。日本の牛肉の格付けは肉の色、油の入り具合により15段階に分けられる。最高ランクは A5。 特に脂肪が多く細かいほど高く評価されるが、赤牛はそうなりづらいため評価が低い。その一方で赤身に存在している旨味成分を黒毛和牛と比較すると、アミノ酸は黒毛和牛の 2.3 倍。しかも28日間寝かせると酵素がタンパク質を分解、何倍にも増えたデータもある。さらに高タンパク低脂肪、高齢者の食事にうってつけとされる。土佐あか牛の産地の一つ、嶺北地域の国道439号沿いは赤牛街道と呼ばれ、赤牛を提供する店が点在する。赤牛だとステーキ 200g を、まあ、結構年配のお客さんがペロッと食べちゃうとか、それだけ赤牛食べやすい。一番人気はローストビーフ丼。あっさりとしながら噛むほどに旨味があふれ出す。予約が必要なすき焼きは最後の晩餐にいただきたいというご婦人が続出とのこと。そんな赤牛はどのようにして育てられているのか。高知大学では牛舎を構え赤牛を育てながら研究をしている。松川准教授はかつてイタリアで羊の研究をしていた頃食べた赤身のステーキに魅せられ、土佐あか牛の研究に転じた変わり種で、ここからは生まれた日が近い子たちを集めて一つの牛房の中にいますね。幼い頃は稲わらなどの草を食べさせ体を大きくする。土佐あか牛はこの草を喜んで食べるんですけども、体の中にある
4つの胃、その中に微生物をいっぱい飼ってて、彼らはこれを反芻という行動で体の中に入れる。でその中にいる微生物たちがこの草を分解してエネルギーとかを作ってくれると。この時期にタンパク質やビタミンを含む草を食べることで土台となる骨格が決まるのだという。そして耳についたタグに注目。で皆さん多分ご覧になってますね、スーパーで。スーパーで売られる牛肉には耳のタグと同じ個体識別番号が記載されている。これが安心安全を担保する。でそれを家畜改良センターっていうところのサイトで調べると、どこで生まれてどこで育ってっていうのが、その履歴が分かるやつですね。成長期は効率よく餌が食べられるよう、乾燥させた草と穀類を調合した濃厚飼料で栄養バランスを整え、適度な脂肪をつける。そうして赤牛は月齢28ヶ月で出荷される。長く飼うと皮下脂肪が厚くなっていく。それは実はその分ロスがあるんですね。牛肉は枝肉という状態で取引されるのだが、皮下脂肪が厚いと評価が下がるので、育てた農家にとっては損になる。まあ、いかにロスなくで美味しいお肉に仕上げるかっていうのが本当に農家さんの腕の見せ所でしょうね。畜産農家の朝は早い。河合畜産は350頭の食肉牛を育てる。通常子を産ませる繁殖農家と育てる肥育農家に分かれるが、この地域は一貫して手掛ける農家が多い。河合憲友さんは3代続く赤牛の生産者。祖父が農耕用に飼っていた牛の肥育をスタート、父が頭数を増やした。7割が赤牛、残り3割が黒毛和牛。育て方は同じだという。そうですね、同じ和牛なんで、もうずっとうちは一緒、自分家で産ましてるんで、陣地に応じてこう黒と赤と一緒に入ってますね。河合さん曰く、美味しい肉となる決定打があるという。やっぱりこうサシが入りやすい血統とか、血統ではだいぶ変わってくるとは思います。なんと育てる前に勝負は決まっているとのこと。当然優秀な血統は争奪戦となり、なかなか手に入らない。だからこそ苦労してでも繁殖から肥育まで一貫して手掛けるのだという。子を産ませるのは厳選した母牛のみ。まあ、自分家でこういいのは残していけて、肉質も安定して出せる。結構名前が一応あるんで、これお母さんの134ところのところっていう母牛から生まれたのがこの牛なんです。これは富士っていう牛です、ね。はい、これはもともとは導入ですね。おはようございます。河合さんの牛舎には優秀な血統を引き継ぐサラブレッドしかいない。これがさっきのところところさんのとのところ系ですね。だいぶ増えてきて177まで。これはサチ系です。サチ系、サチ。大切にしてきた美味しい牛作りの秘訣がもう一つ。母牛が妊娠したら牛舎からある場所へ移動させるという。まあ、上地形を生かした山間放牧、高知では古から行われてきたという。牛舎で妊娠した母牛はこの斜面で8ヶ月もの間のんびり過ごし、分娩が近づくとまた牛舎へ戻される。そのメリットは。放牧を管理する竹政さんに話を聞いた。見てのと斜面になってますので、この上り下りをすることによって足腰も鍛えられますので、やっぱり牛も足腰強くないと丈夫な子牛が産めませんのでね。
それとあと牛もね、やっぱりこういう広いところにおりますので、ストレスもかなりないんじゃないかなと。斜面を動き回ることで自然と筋肉が発達、お産が楽になるだけではなく、旨味となる赤身が豊富に蓄えられるという。分娩が近づくと牛舎に戻り出産。子牛は初乳をたっぷり吸った後、母親から離れ河合さんが管理。成長を見極めきめ細やかに育てれば美味しい肉質になるとのこと。まあ、消費者の方からですね、美味しいという言葉を直接聞いた時は、まあ、一番やりがいが感じますし嬉しいですね。赤牛は特に量が少ないので、地域で牛を増やしていきたいなと思いますけど。地域のスーパーには河合さんが手塩にかけて育てた赤牛が誇らしげに並ぶ。美味しいよ、炒めても美味しいしね、ちゃんとここが上手に切ってくれて、いろいろ教えてくれるんですよ。そう、その人こそ土佐赤牛を語る上で欠かせないさらなるキーマン、凄腕の目利き。今星付きレストランがこぞって絶賛する土佐赤牛、黒毛和牛に比べて霜降りが入りづらい。従来の格付けでは油が細かく入るほどランクが高くなるので赤牛の評価はいまいちだった。そこで3年前、従来の評価基準とはまた別の高知独自の評価基準を設定。きっかけは料理人たちだった。東京とか関西、まあ、シェフの方々たちが、赤牛はやっぱり噛んで肉の本当の味がするという形ですね、シェフの方たちにまあ認められて誕生した新たな企画が土佐ルージュビーフ。赤身を重視、霜降りのバランスや肉質を細かく測定、上から R5、R4 という評価をつけた。合格したものについてはルージュビーフということで、まあ、皆さんに提供する。こうした苦心も功を奏し、ますます人気の土佐赤牛、高知市内の懐石料理でも楽しめる。以前は黒毛和牛を出していたそうだが、今は赤牛ばかり。実はこの肉、とあるスーパーの精肉チーフから仕入れているというのだが、彼がまたすごかった。肩書きはスーパーの精肉チーフなのだが、その枠を超え、そうそうたる名店料理人から絶大な信頼を受けているという。ちょっと癖になるような、もうちょっと。その人こそ赤牛の凄腕目利き人、高橋光一さん58歳。熟知に熟知を重ね、赤牛の可能性を広げた。和食、フレンチ、イタリアンとか、そういったお料理にもすごく向いているお肉かなとまず思います。脂質がまず、もっとその黒毛和牛とはまず、もともとそのポテンシャルがまず違うっていうところで、冷えてもその脂がべとつかないとか、そういったやっぱりその赤身自体がその芳醇な深み、旨味みたいなものがある。確かな目で選び抜いた最高の赤牛を自ら切り分け販売。めったに見かけない希少部位もずらりと並ぶ。なんと全てが赤牛。赤身だとこう硬い感じなんですけど、すごい柔らかくて旨味もあって。高橋さんはどんな赤牛を選んでいるのか、競りに同行。名人ならではの目の付けどころをあぶり出す。こんにちは、お世話になります。競りにかかる牛肉が並ぶ。そこは食肉センター。1体100万円前後で取引される赤牛、買い付け人はここでじっくり下見、競りへと向かう。農家から届いた牛はここで解体され、頭や内臓を外した上で骨付きの枝肉となる。この日競りにかかる赤牛は12頭。目利きはスーパーがあるエリアで生産されたこの4頭の中から選ぶという。さあ
どれにする？大体決まりました。はい、大体決まりました。まあ、6、7ですね。6番は比較的小さなメス牛、全国基準に照らすと A4。 7番はルージュビーフで R4 を獲得。どちらも競争率が高そうだが、まず6番に目をつけた理由とは。まあ、まず、まあ、メスであるということ。全体的にオスに比べてちょっと個体がやっぱり小さいですね。でその分ちょっときめも細かかったりするので。メスの肉はオスより柔らかく、不飽和脂肪酸が多く含まれるため、融点、つまり油が溶ける温度が低くなる。口に入れた刹那、とろけるという。まあリブ芯、ロース芯とも言ったりするんですが、比較的小刺しでいいサシがすごく入りすぎてるっていうわけではないので、はい、サーロインステーキなどに使われるため油の入り具合が程よく、形も整ったものが良い。まあ、そのこの皮下脂肪の厚さとか、いやこれは薄い方です。薄いです、うん、ただちょっとね、中はちょっと噛んでますが。片や7番を選んだ決め手は、ルージュなだけあって、うん、当然もうバランスはね最高ですし、ルージュビーフの R4 評価は絶対。この判定がつくのは赤牛の中でも2割弱。当然誰もが欲しくなる。競りはボタン競りと称され、会議室で行われる。モニターに映し出された肉にボタンで入札。応札ボタンを押し続けると1円ずつ上がっていき、 A を押すと50円、 B を押すと100円ジャンプする。高橋さんが狙う6番の競りが始まった。やはりそう簡単にはいかない。ボタンを押し続ける高橋さん、ライバルと我慢比べ。はい、2600円、2600円から2660円、40円から2620円、20円から2630円、はい、2630円から40円、40円から2650円、50円から2660円、1660円から70円、70円から2660円。一体どこまで上がるのか。20円の2700円、はい、50円から2760円、60円から2770円、70円から2770円。精肉チーフが狙う6番の値がみるみるうちに上がっていく。2900円ないですか。見事精肉チーフが落札、キロ2904円。7番のルージュビーフも落札した。よかったですどうしても、ね、一般の消費者の方から見たら、やっぱスーパーっていうのはその安いっていうイメージがあると思うので、当然もう赤字になる時もありますし、もう覚悟の上で仕入れる時もあります。帰り際、競り落とした肉を分けてほしいという相談を受ける高橋さん。これ日常茶飯事。ヒレが足りない。いや、何も足らんけど、特にヒレが全く足りてません。あ、本当ですか。そうですね、牛そのものがもう少ないので、まあ、が少なすぎて話にならんですよ。今赤牛が存亡の危機を迎えているという。もともと数の少ない赤牛をどうすれば守れるのか。救世主が現れた。高知大学では学生たちが赤牛を肥育しながら研究している。指導するのは赤牛博士こと松川准教授。歴史に残る偉業を成し遂げた。僕らはどっちかというとその、まあ、数を増やすっていうよりも、まあ、ちゃんと、まあ、後世に残していく、まあ、生命の誕生の部分から。研究テーマは生物の遺伝資源を未来に残すこと。つまり貴重な赤牛の精子をいかにして未来に残すかというもの。まずは精子の保存方法。まあ、通常だと凍結、まあ、例えばマイナス196度の液体窒素の中とか。これまでは液体窒素で精子を保存してきた。
が、そのためには永遠に液体が必要、持ち運びが困難という課題もあった。高知県の場合だと、例えば南海トラフがいつ起きるかわからん状態ですよね。その時に、まあ、そういう貴重な遺伝資源を、まあ、普通は持って逃げれないんですね。液体窒素のタンクとかものすごい大きいんで。そこで、この粉状になったやつですよね。もう死んでるんですけど、精子です。え、これ精子なんですか？はい、乾燥させた精子です。今や精子はカラカラに干からびているこんな状態でも能力を発揮するという。フリーズドライにすることで常温での保存、持ち運びも可能になった。まあ、これに水を振りかけると、まあ、動かない精子ですけども、精子がこの中に入ってて、でこの精子を卵子の中に一つ入れてあげると。フリーズドライ精子に水を加えると生き返りはしないものの、かつての姿が蘇る。それを顕微鏡で取り出し、卵子の中に入れると受精することがあるという。でそうやってやった受精卵が、これ7日間経つとこの状態です。でこの状態はっていうと、こいつが実はこの黒い部分、これ将来胎児になるとかです。なんと死んでしまった精子からでも子供を作れることが実証された。つまりこれをお母さんの子宮に入れると、まあ着床するならそのうち胎児の形になって、でどんどん大きくなる。まあ、実際3年前にこれは黒牛ですけども、ちゃんとした子供が生まれて。フリーズドライ精子で黒毛和牛を誕生させた松川准教授たち。それは世界初の快挙。現在はそこで得た知見を絶滅の恐れがある赤牛に用いている。まあ、今ようやく入り口に立ったところでしょうね。で、まあ、やればやるほど不思議なことができて、まあ、単独でまずは無理だと思いますね。で、まあ、農家さんもしかりですけども、一番やっぱり食べてくださる消費者さんっていうのも大事ですよね。古から続く高知の宝、赤牛を守る。そのためにはまず消費を増やすこと、美食を楽しもう、存分に。